こんばんは、速稼塾の久保です。いつもね、動画の方を送っていただきましてありがとうございました。最近思うんですけども、このね、体のエイダ10万円勝負っていうタイトル、すごくいいですね。何をいいとするかっていうと2つあるんですけども、1つは、体のエイダの動画っていうのは、多分、エイダのホルダーさんがすごくね、期待して見られているものだと思うんですよ。で、日本人で体のエイダにものすごくね、注目している人っていうのは多いと思いますし、いろんな ICU が倒れた後だからこそ、唯一と言っていいぐらい、貴重なね、成功している ADA っていうのは、これからもずっとロングテールで回るもんだと思うんですよ。それこそ、1年後とか、5年後、10年後も、この体のエイダの情報っていうのは取られ続けるんではないかなと思うんですよね。でも反面、体のエイダの情報を発信している人っていうのは、少ないんですよ。暗号通貨のブーム自体が去ってしまったんで、当時、体のの発信をしている人も、辞めてしまった人が大半で、といえば私もそうですけども、で、エイダのことをね、ずっとこうやって、発信してくださる方っていうのは、これからもね、すごく求められるんじゃないかなと思うんですよね。まあそういうところで2点目のいいと思う点なんですけど、10万円勝負っていうのがいいですよね。億万長者とか送り人とか、そういうね、刺激的な言葉じゃなくて、体のエイダ10万円勝負っていうのが、もうなんか語呂もいいし、わかりやすいし、イメージしやすいんですよね。10万円っていうのはすごく現実的じゃないですか。だからこれからもね、この動画続けていっていただきたいと思うんですよ。それでね、再生数にちょっとね、フォーカスして見ていくとですね、4ヶ月前っていうのは、1桁だったり、回って20回とか30回だったと思うんですよ。本当に注目されてない時でしたね。結構試行錯誤もされたと思います。で、サムネイルもちょっと一定してなかったかなと思うんですよね。で、ずっと進めていく中で、この辺でですね、まあ、1桁はないなと、2桁が主になってきたなというところです。で、100回再生はないんだけども、でも、100回再生をものすごく暗示させるような動画に育ってきたと思うのがここですよね。ちょっとここら辺調子が悪いところですね。で、ざーっといって、この辺行ってみましょうか。2ヶ月前。2ヶ月前になると私もですね、この体のエイダ10万円勝負が送られてくるのが結構楽しみだった時期だと思います。で、また進めますと、顔出しをね、たまにやってますけども、この時もちょっとね、試行錯誤、あれやこれやとやってるとこだったと思います。もうちょっと進めましょうか。この辺ですね。いよいよね、100回とかが見えてきた時です。再生数100回ね。だから2ヶ月とか3ヶ月とか1つのテーマでずっとやると、再生数100回とかに近づいていくっていうことの良い例だと思うんですよ。でですね、もうちょっと進めると、結構派手にね、再生数が出てるところもあるんです。これ、エイダ、2020年はすごいことになるっていうふうにありますよね、ここ。1097回転してます。要するにこれは、年末に、エイダのね、12月ですよね。エイダのファンの方が、このタイトルでクリックしたってことなんですよね。あ、自分が持ってるエイダ、もしかしたら、3円、4円の世界じゃなくて、前みたいに150円とか行くんだろうかっていうような期待を込めてね、見てくださるってことですよね。いいですね。で、こういうことが随分書かれていて、あ、やるべきこと25日まで準備をしましょうって書いてますよね。だからこれも290回に回ってますけども、体のホルダーさんが必ずこういう時に、あ、やらなくちゃ見なくちゃってなるわけですよね。他はタイトル的にちょっとこう、曖昧だったりするところは、やっぱりクリックが起きてないですよね。で、報酬とかね、そういうところは、やっぱこう、注目されるなと思います。あと、文字をたくさん書くよりも、わかりやすく書くことかなと思いますね。これなんていいですよ。憧れの翻訳 YouTuber、渡辺瑞香さんとか。これは渡辺瑞香さんのファンの方も、すごく喜ぶし、見てくださると思います。いいですね。例のやつも、例のやつに参加してる方がこう、クリックするから203になるんだと思います。で、エダコインね。なるほどね。まあこういうふうに見ていくと、今ほら、100回以上のが当たり前のように出てくるようになってきましたよね。で、今、3週間前って書いてますから、12月の中旬ぐらいですか。で、今、2020年の1月ですけども、1週間前とかになってくると、もう1桁はないですね。2桁、もしくは3桁、100数十回とかね、200回前後みたいな再生数になってきてます。今日の動画は、体のエイダ10万円勝負って書いてます。289話ですけども、これまだ0回です。6分に上がったばっかりなんで、6分前に。すごく、だから、バクちゃんさんのね、この YouTube も進化したなぁと。で、タイトルが一貫してくるようになりました。ほら、
この画面のタイトル全部一緒でしょ。 A だってあってバックが黒で、で A だのシンボルマークが書いてあってみたいな、一緒ですよね。だからもう安定感ありますよね、うん、店の看板が統一されたって感じです。であとメニューとも言うべきサブタイトルがそれぞれによって違ってくるってことですよね。いやーこれはいいんじゃないですか。 A だにフォーカスしてここまで、発信してる方っていうのは少ないと思いますんでね、これからも頑張ってもらいたいと思います。最近はですね、本当バクちゃんさんの動画すごくいいなと思います。で、デメリットと言いますかね、ちょっとネガティブな点言いますけども、チャンネル登録者数の方っていうのはこのエーダをずーっとやってる限りそんなには増えないと思います。エーダのホルダーさんっていうのは、まあ結構多いと思うんですけど、何人いるか分かんないけども、エーダの発信だけでチャンネル登録者数が数万人になるってことはないと思うんですよ。少なくとも1万人になるかどうかっていうのは怪しいですね。だからエーダの発信もしていくんだけども、このままだとエーダオンリーだったら500人くらいで止まるかもしれないなと思ったわけですよね。まあこれがネガティブな要因ですね。やっぱさすがにマーケット全体1億人全体に影響を及ぼすようなキーワードではないんですよね、エーダっていうのは。プレセールで買った方とかが多分数百人だと思いますけど、そういう方がこれをねすごく見てらっしゃるのかなと。で数百人買った中ではインターネットとか使えない方とかも結構いると思うんで、例えば500人ぐらいがエーダプレセールで買ったとしたら、見てくださる方って50人とか100人とか多くて300人っていうところなのかなっていうふうに、まあこれはね根拠ない推察ですけどもね、すみません。とにかくね、動画の方すごく鍛えられてきたと私は感じましたんで、今回動画にさせていただきました。どうもありがとうございました。